できない。なんかすごいセクシー下着でその格好でいいの、もしかして。はい、こんにちは、こんばんは、ライです。というわけで今回はこちらのウォーキングフォーム、こちらのゲームやっていきたいと思います。早速ちょっとゲーム画面こちらなんですけど、ウォーニングということで、このゲームにはフラッシュライトと強い光が発せられるのと、ジャンプスケアに注意してくださいということなので、ホラー苦手な方はご注意ください。それでは早速始めていきましょう。ウォーキングホーム、それでは始めていきましょう。なんかね、家に帰る人の話らしいです。プレイ。さあ、家に帰るということで、暗いなぁ。どっちに帰ればいいの、こっちでいいのかな。暗すぎー。街灯弱。いや、もう向こうのやつ見えんかなったんだけど。こっちのとりあえず帰るか。いや、本当にね、暗いね。なんか、あ、すごい、なんか、そういうの書いてあるね。なんていうんだっけ、これ。いたずら書きじゃなくて、なんか、スプレーアートっていうの。スプレーアートとは言わんのか、どうなんだろう、わかんないけどさ。あ、一応、走るボタン。ん？シフトで走るがあると、しかもスタミナもあるし。この家ではないのか。なんか、これ、すごい光ってるから、これかなと思って。あ、こっちも歩けんの？真ん中歩けんだ。まあ、基本的には波動が歩いていこうか。こっちの方だよね、多分。暗くて何も見えんのよ。なんかあったとしても分からんぞ、これ。いや、あれ、なんだあれ、人、泣いてる人、どうしました、え、なんか薄、え、なんか薄、え、女性か、しかもこの人、大丈夫ですか、近づいても何も起きない。なんかすごいセクシー下着でその格好でいいの、もしかして、え、これ大丈夫かな、大丈夫ですか、無視していきますよ、あなた。何もないもん、できないもんね。あ、なんかできた。あ、なに？ What the hell was that? え、今なんか挨拶してたね。うわー、今ちゃんと見ればよかった。あなた、いい気でなんか話せんのか、話せる人。次、あの人どこへ出てくるかな、あの下着のお姉さん。こっち方面で合ってるんで、というか。ほーん。さっきの下着のお姉さんぐらいか。お、なんだ？レッツオダークイット。あ、もうちょっと英語が早すぎる。この先進めばいいのかな。何も見えんけどね。え、ちょっと暗すぎませんか。え、あまりにもじゃない、これは。暗さが半端ないんだが。おい、何、なんで、あ、下着のお姉さん。え、あ、なんか光ってる。何だ、なんか、ん、何これ光ってんの、ん、なんか目みたいなやつ。いけないね、これじゃん。まあ、とりあえずこっち行くか。え、このステージは何だ、え、マジで何ここ。あの下着のお姉さんに襲われたところから、急にここに転移したってこと、あ、家だ。家ってか、扉、あ、く、あ、違うね。早速、後ろからは。特にないか。何この血は、なんで血が、うわ、結構、しかも血大量じゃない、なんだこの、なんだこの空間、マジで。家帰ってただけなの、本当に。この走ることはまだちょっと気になるんだよね。あ、また扉だ。え、あ、うわぁ、まあ、さっきは血増えたね。そんなに血飛び散ることある、すごいな。ここまで増えるか。多いって、多いって、多いって。一人の量じゃないんよ、明らかに。多分次も、あ、よし、多分下着のお姉さんでしょう。あの人なんか誰かに殺されたってことなのかな、もしかしたら。あくー、おい、ちょっと多いって、多いって。なんか他に文字あんのかな、そんな感じだと。あ、なんか書いてある。 You don't desire to line?英語よく分かってないぞ。あ、また書いてある。I will kill you. あ、こ、あなたを殺すよって言われてるわ。I, you will wish you had ever been born. 一生生まれ変わることがないことを願ってます。え、俺こいつに何した何もしてないな。あ、フルイッシュ。タッピーとバカバカってなんか言われてるな、めっちゃすげえバカバカ言われてるわ。もうなんか結構侮辱な言葉だな、要するに。 I hate you. あ、めっちゃ、え、そんな憎まれることしたのこいつ。
何したんだお前は。俺何もしてないけどな。わ、暗いね。どこ？ん？森？ん？え、ちょっと、何が？あ、ん？あー、これ壁？ん？ちょっと、ほんとにね、下しか見えんのよ。ちょっと露光量を上げるわ。え、ちょっとこれなんか、ライトとかないのか？あ、あったー。ごめん、ずっと F キーで多分、フラッシュライトがあったんだね。何もないよな。森の中歩いてんのか、俺なんか。どこだ、ここ。これめっちゃ割られんやん。何？ちょっとやめて。どこまで何があるのかがわからん。ん、まだ続くね、この森のステージ。何もない道をただひたすら歩いてる。誰？大丈夫？生きてる？生きてそう？大丈夫？何も起きないね。おっと？ん？あ、こっちか。こっちいんのか。ちょっとごめんね、みんな暗くて分かりづらいと思うんだけどさ、あの、ほんと一本道だから。お、なんだ？何？後ろ？え？なんか来てる。あ、下着のお姉さん。何してんの？下着のお姉さん、めっちゃ近づいてくる。消えた？どこ行った？ん？下着のお姉さん、あ、いた、下着のお姉さん。どこだこれ、ん？寝てた？なんかベッドみたいな場所いんな。ん？病院とはなんか違いそうな感じだけど、どこのベッドだ？ Where am I？ そうやな。うわ、また叫び声が聞こえてくる。うわ、いるやないですか。もう下着のお兄さん、お姉さんとか、お兄さんとか、え、何？え、エンディングに言うのに、I、ザ・バッドエンディング、You are dead。 え？おっと、なんかこれ別エンディングあんな。二つエンディングあるっつってるわ。ちょっとそっちの方も、もう一回やっていきましょう。さあ、ここまで来ましたと。で、今度は、もうこの人のこと、ガン無視で。もうガン無視でそのまますぐ歩きます。さあ、これでどうなるかだよな。これでちゃんと家に帰れるんだったらいいんだけど、帰れるかな。ちゃんと、お、あ、来た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 。 You are home and everything is fine。 あ、全部良かったと。なるほど、家にも帰れた、そういうことか。 Good ending。 なるほど、 Thank you for playing。 こちらこそありがとうございました。はい、というわけで今回はのウォーキングホーム、こちらのゲームやってきました。あの女性は結局俺自身になんか殺された、主人公に殺された人っていうことなんかな。なんかすごい当てつけ感がなんか私が死んだのはあなたのせいだみたいな感じだったんですけど、ちょっとその辺までは分かんなかったですね。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。